複流 NRZ ノンリターン2ゼロは電気通信の信号伝送で使用される伝送ロ符号の一種で各ビットの間でゼロに復帰しない方式である。ビットの1とレを2つの状態で表し、それ以外の状態は有しない。これに対し、リターン2ゼロでは1とレ以外に急止の状態を有するので NRZ のパルスは RZ よりも多くのエネルギーを持つ。 RZ と異なり、NRZ では、パルス自体で同期を取ることができないため、ビットスリップを防ぐために、他の手段で同期を取る必要がある。例えば、ランレングスリミテッドエンコーディングや、並列同期信号などである。NRZ には、以下の種類がある。なお、符号名は、NRZL、NRZL のようにも表記される。NRZ には、 副流と単流という区別もある。副流は二つの状態を、正の電圧と負の電圧で表し、単流は、正の電圧と0ボルトで表す。単流、NRZ-1 は、電送線路上の直流バイアスで表され、例は、バイアスがないことで表される。このため、オンオフキーイングとも呼ばれる。単流、NRZ に固有というわけではないが、 長い間変更を伴わない場合に動機が困難になるという欠点がある。また、単流 ?NRZ に特有の問題として送信直流レベルの存在がある。すなわち、周波数が0付近でも送信信号のパワースペクトルが0に近づかない。これは2つの重大な問題を引き起こす。第一に、送信された直流電力は他の不号化よりも 大きな電力損失をもたらす。第2に直流信号成分の存在は、電層ラインが DC 結合されることを必要とする。任意の2つの物理状態のレベルを0、1に割り当てる。通常は1を正の電圧、0を負の電圧して表す。例えば、RS-232 では1を -12V からマイナス 5V、 例をプラス 5V からプラス 12V の電圧として表す。単流、NRZ。例の箇所で電圧が変化している。NRZS の符号化器、1を物理状態が変化しないこと、例を物理状態が変化することで表す。HDLC や USB で使用されている。これらのプロトコルでは繊維のない状態が長く続いて同期が取れなくなるのを回避するために、 ビットスタッフィングを行う。HDLC では5つの連続する1ビットの後に0ビットを挿入する。USB では6つの連続する1ビットの後に0ビットを挿入する。受信側ではクロック同期を維持するためにデータの0ビットとこれらの余分な非データの0ビットの両方の繊維を使用する。受信側では複合時には非データの0ビットを読み飛ばす。 この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ合衆国連邦政府一般調達局次の文書本文を含むフェデラルスタンダード 1037C サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。